明けましておめでとうございます。ルビちゃんです。ウサギになってます。私はウサギ年なのでまだ1歳になっておりません。初めてのお正月を迎えました。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。こちらはダイちゃんです。かぶるのが嫌だと言って大騒ぎしてやっと捕まえました。とてもですね怒っております。でもウサギになってご挨拶をしたいと思います。大丈夫ですか？ダイちゃん大丈夫ですか？はい、では行きます。ガーッと怒ってるのね。ウィンクもしてんの？はい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくです。今年で9歳になりますね。はい、ダイちゃんでした。ウィンクです。よろしくってね。2022年の一番の出来事はこの猫です。ルビーをカラスから襲われているのを助けたこと。車を運転していると道路で仰向けになってカラスに助けてにゃ助けてにゃにゃにゃ言っていて疲れている猫を発見。私はヒッチコックの鳥を見て以来鳥は大嫌い。でもお腹のピピンを助けて21年、育てたけれどピピはもう鳥ではなかったのね。私にとってはショックだったのは動物病院に連れて行き、先生からこの傷はカラスに突かれただけの傷ではないと言われたこと。この辺は野良猫が多く、母猫が子猫を育てられなく噛み殺すというのがあるらしい。本当にずっと寝てばかりいたルビーがこうやって歩けるようになったのはすごく嬉しかった。ルビーの闘病生活は4ヶ月続いたんだけれど、その間薬はやっぱり嫌がって、一番最後の薬は本当に飲ますのが大変でした。お風呂もね、最初に入れた時はすごい嫌がってました。でも入れ終わった時、真っ黒毛の水を見た時はびっくりしましたよ。本当にね、だん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 良くなってきてくれて良かったなと思います。
今のルビーはもう子猫じゃないみたいよね。もう大きい猫。とてもね、処世術を心得ていて、私とですね、夫の間をですね、にゃー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 言ってですね、もう本当に甘えるのが上手な猫ですね、この子は。先住猫のダイちゃんとは仲良しかどうか分かりません。もうダイちゃんはゴーイングマイウェイでね、もうツンデレ猫の代表みたいな子だから。もう今はいたずらっ子そのもの。やっぱり女の子なのかね、こういうアクセサリーとかね、もうキンキンにキラキラ輝くものが大好き。もう知らない間に持ってっちゃうんですよね。大体なくなると犯人はルビーですね。またルビーとダイちゃんの動画出さないんですかって言われるんですけれど、もうルビーのですね、絆折っちゃったし、本来は私別に猫動画を作ってるわけじゃないんだけれど、でもまあ時々はですね、ルビーとダイちゃん出していこうかなとか思います。だって猫動画を作ってる人ってすごく上手だものね。本当にうまい。それに、やっぱりいろんなところにカメラ仕掛けてないとね、瞬間的なもの撮れないから難しいですよね。ではでは、今年もよろしくお願いいたします。